板歩きの刑は、海賊や船舶における反乱、及びならず者の船員が行ったとされている刑罰や拷問。執行者の娯楽のために、対象者を泳げないように縛るなどした上で、船の外に突き出した板材や梁の上を無理やり歩かせるというものである。海賊が捕虜に板歩きを強要することは、19世紀から20世紀の大衆文化での海賊作品ではよく見られる。 題材であったが、実例はほとんど記録されておらず、この慣習が実在したかについては怪しい。この語句の書出は、イギリスの辞書学者、フランシス・グローズによる、ディクショナリー・オブ・ザ・ボルガー・タンで、1788年に、出版された。グロースの記述は次の通り、ウォーキング・ザ・プランク、A モード・オブ・デストロイング・デボーテッド・パーソンズは、アフィサース・イン、A ミューティニー・ウォンシップ、 ボード、バイブラインド、フォールディングナイフゼム、アンドアブリジングゼムツーウォークオン、エープランクレイド、オーバーザシップスサイド、バイディスミーンズ、アズザミュータンアーズサポーズ、オバディングザペナルティーオブマーダー、板歩きのゲー。戦場での反乱に際して、職務に忠実な人物や士官を抹殺するために、目隠しさせて、船の側面に置かれた板の上を歩くように強要する、こと。 この方法は反逆者たちにとって殺人刑を免れることができると信じていた1769年に反乱者ジョージ・ウッドはニューゲート監獄の教会誌に彼と仲間の反乱者が士官を板歩きの刑に処したことを告白した。作家ダグラス・ボッティングはこの事件に言及し疑惑の告白だ曖昧な話、本当かも嘘かもしれず、いずれにしても 海賊とは何の関連もないと結論付けた1788年にガーランドに向かった軍医女子クラクストン氏は奴隷商人によるいた歩きの刑について庶民院の委員に証言したザフードノットウィズスタンディングザモータラティワズソーリトルザットイフテンモアデイズアットシーゼイシュットアズザキャプテンアンドアザーズセットハブメイドザスレーブスフォークザプランク ザットイズ、スローゼムセルブスオーバーボード、オアハブエアテンゾーズスレーブスザットダイド、死に瀕していたにもかかわらず食料はわずかで、船長や他が言ったように、会場で10日以上になると奴隷を食べさせなければ、奴隷に板歩きで身を投げさせて死なせなければならなかった。1700年代後半に、バルト海で活動した海賊、ジョン・ラードレイクは、犠牲者をすべて、 板歩きの刑で溺死させたと述べた。1822年にイギリスのスループブレッシングの船長ウィリアム・スミスは西インド諸島でスクーナーエマニュエルのスペイン人海賊乗り組員により板歩きの刑を受けた。1829年2月14日にロンドンのタイムズは定期船レッドポールが海賊スクーナープレジデントに襲われ沈んだことを報じた。 船長は撃たれ、乗組員は、板歩きの刑を受けた。1829年に、オランダのブリック・バン・フレデリカがバージン諸島のリーワード海峡で海賊に捕まり、乗組員のほとんどは砲弾を足につなげられて、板歩きの刑で殺害された。忠実な船員に対して、板歩きの刑を行うことは、加害者により、殺人の刑罰を避けるためと言われたが、この法律論が、 役に立つことはなかった。法律規範で他人に死を強制するものを起訴することに疑いないばかりでなく、海賊行為及び反乱はまた死刑に値する犯罪である。この処刑を承知していた状況を鑑みると、不要な捕虜を殺害する通常の手段よりも残虐な娯楽の手が込んで異常な形態である傾向があると思われる。板歩きの刑のイラスト歴史上の実際の慣習は、 ほとんどにないにもかかわらず、いた歩きの刑は、大衆文学の描写により、人気の古事伝説となった。キャプテン・チャールズ・ジョンソンの1724年の著作、悪名高き海賊たちの強奪と殺人の歴史では、古典古代の地中海で類似した慣習が、記述されている老魔人捕虜は、はしごを使って泳ぐ意思があるなら、それを渡されて解放された。戦場主義者、 チャールズ・エルムズの1837年の作品、海賊自身の書のわずかなページに、明らかに、チャールズ・ジョンソンの記述から着想して、A、パイラティコルシーン、ウォーキング・ザ・デス・プランクと題する挿絵が加えられた。ロバート・ルイス・スティーブンソンの1884年の古典、宝島には、ギター歩きの刑について3回以上言及し、冒頭では、 ビリー・ボーンズがこの監修の背筋が凍る話をジム・ホーキンズに語っている。この概念はジェームス・マシュー・バリーのピーター・パンとエンディにもまた現れ、フック船長が海賊の原型を定義することを助けた。この言葉の英語は現在、論争最中のまたは公衆、株主などに要求された公的人物の辞任の表現として使われる。フック、インザ・ネイビー。 パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちといった、いくつかの現代映画でこの監修が使われている。ありがとうございます。